天台宗称明寺の小林恵俊と申します。よろしくお願いします。皆さんにとっての仏教とは何でしょうか。自分にとっての仏教というものは、自分や身の回りのことを考える時の道しるべのようなものです。私は仏教を学ぶ前は、楽しいことは楽しく、やらなければいけないことはそれなりにやってきたつもりですけれども、考えるということが苦手でした。しかし仏教を学んでから、その考えることの大事さや楽しさというものを教えてもらったと思います。6月2日の本番の日には、私が日常の中で感じた楽しいことや考えさせられたことを皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、当日お会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。